感染が確認されたのは未就学児から70代までの男女53人です。全員軽症で感染経路不明は24人です。市町村別では高知市が38人、ついで南国市が6人、四万都市が4人などとなっています。年代別では20代が最も多く13人、ついで40代が11人、 10歳未満が7人などとなっています。高知市の食品製造会社の寮で、新たに女性従業員3人の感染が分かり、これまでの感染者と合わせて5人のクラスターとなりました。また、クラスターが発生した江南市の陸上自衛隊の駐屯地で、新たに20代の男性隊員1人の感染が分かり、クラスターは合わせて13人となりました。 県立秋総合病院では40代のの女性看護師1人の感染が分かりました。県は勤務状況などから院内感染の可能性は極めて低いとしていて診療の休止や縮小は行いません看護師と同じ部署の職員25人は抗原検査で全員陰性でしたまた、畑館内の保育園で園児1人が感染し 他の園児と職員の合わせて31人が検査予定です。毎日何十人という患者さんが発生しているのが普通になってきましたので、まあ、ちょっと緩みが出るところもあるんではないかと思いますので、日常的に顔を合わせて生活をしている方以外との接触がある場合は、 えー、少しあのまあ心の中では神経質になってですね、えー、対応していただく。県内の感染者の累計は三千五百八十三人です。県内の入院患者は百一人で中等症が一人増えて二十二人、重症が一人増えて五人です。自宅療養自宅待機は四百二十六人です。